ちなみにそうだ、今回のこれもあれですか、前回そう、MGR なんです。 MGR カスタムさんの、そうそうそう、今回やる車種はこれ何になるんですか。ハイエース、ハイエースのスーパー DL かな、これこんな感じで全然余裕よ。これはあの車中泊するわけじゃないから、釣りするのに、うん、道具置くのにここしか置くとこないじゃん。あー、なるほどなるほど、積載がないよね、あんまり。あー、だから広げたいってことで、このぐらいまで上げて2段で物を置きたいって。あー、なるほどね、そういうベッドとしての使い方じゃなくて。なるほど、でもベッドにもなるみたいな感じ。あ、そうそう、だから2段にして前にやればベッドになるみたいなイメージなんですか、とはまた違う。いやいや、もうそこまでしかこのベッドキットないよ、なんか。あ、そうなんですね、うん、はははは。ただ、ここもう十分ぐらいの距離があるんですよ。あ、そっか、ハイエースだから、もうなくても寝れるんですね。寝れそうっすね、確かに。これちなみに床とかもきっと純正品なんですか。これは自分で引いたやつね。え、自分で作ったんですか、これ。うん、引いたよ。ほら、こんだけあるけ、寝れるんよね。190もあるの、うん、余裕で。あ、余裕で寝れますね。そうそうそう。ただあの物を置くのにもこういうところもデッドスペースになるよね、めっちゃ。あ、なるほどね、このタイヤのところがね。そうそうそう。で、もう詰めてもここまでじゃん、それ以上詰まれんじゃん。確かにそりゃそうですね。荷崩れするけ、だけ2段で上と下で置いた方が絶対いいってことなんですね。それでは開封の儀を取り行いましょう。さすがにでもあれですね、ハイエースのパーツだからでかいですね。そうそう、競馬のやつと比べて、ね、うん、まあ長さがあるからね。そうですよね。あ、競馬のやつはあれだ、いろいろコンパクトに、うんうん、なってる系。これ抜けるのか。よいしょ。ああ、ええね、これになんか物乗せるのもったいないね。これがあれか、あのベッドのシートみたいな。そう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 。あー、なるほどね。人のだけ気に使うよ。汚しちゃいけない。そう、汚しちゃいけない。あ、これも何個かあるんだね。ん、横にするんだけ、何個か。あー、なるほどね。こうじゃなくて、横なんだ。なるほど。あ、ん、って待ってよ。ということはこれ3個口ってことですか、2個口かと思ったら。どういうこと。あ、3個口あるね。これと、それと3個口ですよね。あ、なるほどね。いや、俺も偉い、この分にじゃパーツが少ないなってこと思うよ、という。なんかね、そっか、じゃあこのサイズのやつにはそのシートというか、これが入ってるんですね。これもじゃあ、あれか、ベッド側かな。きっとそうでしょうね、うん、あっちフレームかもしれない、それ。しかしやっぱあれですね、あの前回の、競馬の時もそうでしたけど、やっぱ日本のメーカーだけあって、そう、梱包が完璧ですね。すごい完璧よね、うん、感心するじゃん。感心する、確かに。ほいほい、結構構成としてはシンプルな、シンプルだ ね感じですね。入ってたのがはるかに多いよ、パーツが。なんかね、あ、もうこんだけしかないじゃん。そうそうそう。あ、そっか、3つ4つに分割する必要もないから結構少ないのか。そうね、後ろだけですもんね。そうね、あ、なるほど、これはこういう風にはめるだけなんだ。ああ、なるほどね。それできっとこの穴で調整しようってことでしょうね、高さ。高さをね、ねえ、あ、こう、ここに道場があるから、こっちから、本当です ねなるほど。で、あと、ちゃんと張っちゃうですね、土台後ろとかね、うん、運転席側の後ろ。多分これを外すんじゃないかな。これここにつけるの。これは、ああ、よいしょ。なるほどね。これが最初からついてるんですね、このなんかボルト。そうそう、ボルト。この板はないからね。板はないけど、みんな誤解されないように。あ、だからボルトが4箇所ついてるのか。前にも確かに2箇所ついてますね。ハゲさんもこれ床なんじゃと思われたらいけん。実は後付けでね、後付け後付けでやってます。この板が一番入ってるよね。あ、なるほど、だからその分高くなってるのか。ちょっとね、なるほどね。フロアを守るっていうか、はははは。まあ大体3センチぐらい高くなってる感じですかね、3か4センチぐらい、ね、うん、だからこういう高さ調整できるやつはありがたい。確かにそうですね。もう置けられるとどうしてもここにしたいんだけど、
上がったり下がったりっていうのは確かにそうですよね。ここでもう上がってるだけに ねそうか、高さが調節できないと困るけど今回のやつは大丈夫と。そうね、ここよね、うん、ここだね、うん、本当構造としてはシンプルです ね、うん、でこれが運転席側の後ろ、逆か、あ、ええんか、あれなんか位置がこんなもんか、あ、これはこれがあるけ、あれか、うん、だいぶこっちに寄ってるんだね。ああ、そういうことですかね、なんかそんな気がする。ああ、そういうこと、うん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 、これであとは高さをどうする、高さをどうするか、一番上まで低いのもいいけど荷物取りづらくなりますもんね。そうそうそう、結構でもじゃあこれだけ入れられるから、うん、ええよね、いいですね。すごい楽じゃん、バラすのも組み立てるのも楽じゃん、これシンプルですもん ね一応そうか、横にも置けるようにはなってるのか、そっちだけ。そうね、ちょっとあの辺デッドスペースになるけどね、まあこの辺はなんか置けるよね、こう、うん、そうですね、大きさのもんが、まあ、どのうちこのタイヤがあるからデッドスペースになるからってことでしょうね、きっと。そうね、うん、なければまた違うんでしょうけど、うん、前方より2番、ということはこれが前方から3番目か、あ、これが3番、うん、こうなのかな、うん、なるほどね、それでこれを、ああ、いけますね、あ、こっちまでしか倒れない、ああ、あそこ基本の毛ちゃんとえぐっちゃうんじゃ、あそこが、あ、ほんまや、ね、本当だ、ちょっと足りないかなと思ったら足りてるんです。そうそうそう、いや、あれなんで長い短いんだろうと思ったら、なるほど、そういうことか、わあ、いいじゃん、この高さちょうどいいですね。このぐらいだったらあれよね、寝るとしても下にしては寝苦しくないよね。ね、下でも寝れるし、ちょっと圧迫感すごいけど、圧迫感はね、あのドラえもん的な感じで、まあ、でも、うちの軽自動車でもベッドキット君だったらここら辺は下手したら、うん、そう、そうですね、うん、あの天井までの高さも ね、こんな感じになりますよね。しかも組み立てやすさはね、やっぱり、あ、全然楽やね、楽っすね。だっておさらいすると、このボルトで4箇所足を止めて、この前にバーを出す、
足すだけですよね、で高さ調整をして上を乗ってるというだけですもんね。でも全然雰囲気が変わりましたね。高さもこのぐらいまで下げられるから、こっちを、ね、下にそんなに大きいものを入れるんだったらこの高さまで下ろせれるんですよね。そうですね、まあ、だから天井が高い方がいいのか、そうね、ね、それとも荷物優先で行くのかみたいな。これは組んだまま走れるしね、これだったら。そうですね、結構な高さのものいけますよ、これ何センチぐらいあるんだろう、ね、今これ床板がある系なんだけど、 なるほどあっても52 52、うん、まあ、なければ55ぐらいはあるってことですね。天井まで64ぐらいあるんですね。64あったら余裕です ね。で、これ下げられるのも結構10センチ弱は下がりますね、ちょっと15下がるんだね。15下がるんだ、うん、なるほどね。これも結構熱いよね、これ多分俺のより熱いんだよ。何センチ？本当だ。あ、なんか確かに熱い気がする。板は板も熱いんだろうけど、うん、何バル？6センチ。65mm ぐらいある、ね。65mm。そうですね。ちゃんとこのシートベルトのねところだけは間が空いてたりとか。いろいろ考えてた。まあそこ重要です。まあ確かにね、使いづらさがあるとねきついですもんね。うん、まあ、釣りする人って大体あれですもんね。ちょっと行って仮眠とかしますもんね。そう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 。あとキャンプ行ってもこれだったら荷物を下に積みっぱなしでも寝れるっていう。こんだけ。いや、行けますね全然。行ったけど大雨じゃけね、やっぱやめようみたいなね。車中泊しようかって言ったら全然いけるよねこれ。行けますね余裕で。あの背もたれ倒したら圧迫感もなくないですよ向こうに。ね、あそこの端っこからここまでが大体190あったんですよね。端っちゃうベッドの長さ、ベッドの長さ185。185、でも185あったら十分ですね。普通のあの大柄な人やなったら、大柄じゃなければね。でも斜めに寝れば大柄な人だと寝れるよね。それか、それこそさっき言ったあのシート倒しちゃいすれば、こっち頭にすれば全然、ね、足はちょっと出るかもしれないけど。子供だったら1、2、3、4人ぐらい寝れるんじゃないこれ。ああ、3人寝て余裕で広い感じですよね。1人このぐらいか。3人か。3人ですね。でもだからそんな窮屈にならない感じですよねきっと。いいな。シラフがあるけその大きさ考えたら3人を余裕で寝れる。大人はまあこの半分ぐらいのスペースないとちょっと。ああそうですね。いい感じですよ。ね。もう何も加工せずにボルトオン、ジャストフィット。ありがとうございます。ということで今回の、ベッドキットは。また MGR カスタムズさんの SGL ってのはこれあれですか、グレードの名前ですか。スーパー GL の M フラットステッチカラーレッドを買えばこんな感じになるってことですね。そう、いい感じよね。高さが変えられるっていうのはこれを選べるけね。あ、ステッチとステッチとシートの色とシートの色、ああなるほど。全部まあ、ちょっとその辺は MGR カスタムズさんのやつを見てもらってって感じですかね。そうそう、まあ電話すれば答えてくれるし。なるほど、メールなり電話なりしたら。なるほど、親切丁寧な感じで。ありがとうございます。